伊藤かなえは日本の女性声優、歌手。2014年現在は青にプロダクション及びランティスに所属している。1986年11月26日に長野県長野市で生まれた。中学生時代にアニメ、ハンターハンターのラジオ番組、ハンターハンター R で竹内淳子と三橋叶子のトークを聞いたことがきっかけで、竹内淳子に憧れを抱き、 自身も声優を目指すようになった。声優を目指して後、高校時代は複数のクラブを掛け持ちして演劇部にも、所属演劇部では部長を務めた。長野県長野東高等学校卒業後はアミューズメントメディア総合学院に入学。アミューズメントメディア総合学院在学時に声優ユニットコエッチに中途加入したが、 コエッチは2005年11月に解散。その後、コエッチのメンバーで構成された声優ユニット、ディラチッチの結成に参加したが、2007年1月28日に、こちらも解散した。2007年に、アミューズメントメディア総合学院声優タレント学科を卒業した。なお、アミューズメントメディア総合学院在学時の2006年に、インターンシップで、テレビアニメ、 あやかし逆門んばけギャ,クモンバケキャモンに声優として出演していたが、同校を卒業した2007年には、テレビアニメ、守護キャラ、で主役のひな、モリアムを演じた。以降、守護キャラ、シリーズの他にも様々なアニメやゲームで声を当て、海外の作品の吹き替えも行う。また、ラジオ番組にも出演し、2009年には、テレビドラマ、幼獣、豆柴では、女優、雑誌、 保育の広場ではモデル、さらにはソロで歌手デビューを果たすなど活動の幅を広げていった。2010年3月6日に発表された第4回声優アワードで新人女優賞を受賞。2011年3月5日の第5回声優アワードでは助演女優賞を受賞した。身長は 147cm。 その後自身のブログで身長が149.5センチメートルあったことを明かした。趣味はトイカメラを使って風景を撮影すること。空が好きであり、自身のブログにも空や雲の写真がよく掲載されている。この他カメラの制作を行うこともある。他にも散歩、芸術鑑賞、写真撮影、音楽鑑賞が趣味である。苦手なものは機械。 虫など。嫌いなものは雷、真っ暗な場所、怖い話、絶叫系アトラクション。l c 役で出演したテレビアニメ、神の溝知る世界の原作コミックス第13巻では、巻末の4コマ漫画、小悪魔の溝知る世界の大事と1コマ目を担当した。声優を目指すきっかけになった竹内淳子とは、2008年7月11日放送のラジオ番組、 神戸全校女学院。第15回にて初対面を果たした。太とはメインキャラクター。映画ドラマアニメ性の出演実写出演豪華版、ドラマ CD。ありがとうございます。